しい夢をみんなで見ましょう。物語の世界、誰に会いたいかしら。お姫様に王子様、それとも魔法使い。私の名前はマザーグース。素敵なお話をたくさんしてあげましょう。私のお気に入りのお話に、みにくいアヒルの子っていうお話があるのだけど、知ってるかしら？お話の間、この音がしたら絵本のページを一つめくってね。さあ、1ページを開いて。1ページをちゃんと開いた？昔々、池のそばの茂みでお母さんアヒルが6個の卵を温めていました。お父さんアヒルは落ち着きません。ああ、パパになるんだ、パパになるんだぞ。お母さんアヒルは来る日も来る日も卵を温め続けました。そしてついに卵が帰り始めたのです。パパ、パパ、早く来て、卵が帰り始めたわ。今行くよ、ママ。お父さんアヒルとお母さんアヒルは卵が一つ一つ帰っていくのを見つめました。1羽、また1羽と可愛い小さな赤ちゃんアヒルが生まれます。でも最後の一つがなかなか帰りません。どうしたんだ？最後の1個が帰らないぞ。おい、もう生まれる時間だよ、おい。がどんなに呼んでみても最後の一番大きな卵は帰りません。お母さんアヒルは辛抱強く何日も何日も卵を温め続けました。そしてついに最後の卵が帰り始めたのです。パパ、最後の卵が。池の周りにはアヒルの家族の他にもたくさんの動物たちが住んでいました。お母さんアヒルの声を聞いてみんな集まってきます。どんな赤ちゃんだろう、楽しみだな。卵が割れ、中からゆっくりと黒っぽいちょっぴり大きめの赤ちゃんアヒルが現れます。くわくわくわ、はい、ママ。ねえパパ、最後の赤ちゃんの名前をヘクターにしましょうよ。お父さんアヒルは動物たちの間から生まれたばかりの赤ちゃんアヒルのヘクターを見ようと首を伸ばしました。ちょっと見せてよ、ちょっと見せてよ。あれ、うん、この子、いいともないな。見てよ、変なアヒル、こんなおかしなアヒル見たことないよ。なんて醜いアヒルの子だろうね。動物たちはみんなヘクターを笑いました。ヘクターは確かにちょっぴり他の赤ちゃんアヒルたちとは違っていました。ヘクターの方を涙が伝わります。僕どうしちゃったの？僕そんなにみっともない？そんなに醜いの？ヘクターはお母さんの翼の下に隠れました。本当に醜いアヒルの子だね。他の兄弟たちとは似ても似つかないじゃないか。動物たちは笑いながら去っていきました。ママ、僕ってそんなにみっともないの？かわいそうなヘクター。その時、美しい2羽の白鳥がそばを滑るように泳ぎ去りました。ヘクターは
自分もあんなに綺麗だったらなと思いました。僕もあんなに綺麗だったらよかったのに。ごめんねママ。僕も綺麗になりたいな。何言ってるんだヘクター。お前は醜くなんかないさ。ただちょっと、そう、ちょっと他のみんなと違ってるだけさ。ほら胸を張って。パパはお前がみっともないなんて少しも思ってないさ。だけどパパ。池の動物たちはヘクターを見かけるたびにヘクターをからかいました。お父さんアヒルとお母さんアヒルがどんなにヘクターを元気づけようとしても、ヘクターは悲しそうにうつむくばかりでした。ああ。そして誰もが深い眠りについているある夜、ヘクターは家を出てどこか遠くに行く決心をしました。誰にも気づかれないよう忍び足で夜の闇に向かって歩き出します。さようならママ。さようならパパ。さようならみんな。いつか戻ってくるよ。いつか。ヘクターは池の土手に沿って歩き続けました。何か不気味な音がします。ヘクターはあまりの恐ろしさに震え上がりました。何の音かな。怖いよ。ヘクターは歩くのをやめてそこで野宿をすることにしました。眠りについたヘクターの周りで月明かりがちらちらと踊るようにきらめきます。静かな夜でした。ああ。次の日ヘクターはまた歩き続けます。と突然巨大なガマガエルが目の前に飛び出したのです。ぐわ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 。びっくりするじゃないか。しっけしっけ。ガマガエルは跳ねるのをやめてヘクターの前で立ち止まりました。ぐわ。ここで一体何してるんだい。アヒルは確か池の向こう側に住んでるんじゃなかったのかい。ヘクターはみんながあんまり自分のことを醜いとからかうので家出をしてきたのだと話しました。どうせガマガエルさんも僕のこと醜いと思ってるんだろ。ぐわわしが君をこのデブッチョのイボだらけのガマガエルのわしが、こりゃ傑作だ。ぐわっ気にしちゃいけない、外側なんて中身が大事さ。本当？黄色いボールに真っ赤なボール、弾んだ方が最高。If you want to be beautiful, do something beautiful. 誰でも素敵になれる。Tell them you love them and you care a lot about them. じゃあみんなも君を好きになってくれるかな。気にしちゃいけない外側なんて優しさが大事さ。優しさ。そうだから少し頑張って Come on now and let life beginIf you want to be beautiful, do something beautiful. 誰でも素敵になれる。中身で勝負さ。It's nice to be nice. わかった？気にしちゃいけない外側なんて心が大事さ。だから
今日から出直しさ It's time for your real life to startYes, 翼の下には素敵な君が本当に If you will just follow your heart わガマガエルは素晴らしい歌を歌ってくれましたガマガエルはヘクターに本当の美しさとは外見ではなくてどんな良いことをしたりどんなに思いやりがあるか中身で決まるのだと教えたかったのですヘクターはだんだん自分に自信を持ってきましたガマガエルさんありがとう僕なんかとっても元気が出てきちゃったぐわっじゃあ、お家に戻るねうん、もちろん僕、何が一番大事なのかよーく分かったよみんなにからかわれても忘れるんじゃないよ大切なのは外側じゃなくて中身だってねヘクターはちっちゃな翼を振ってガマガエルに別れを告げ一刻も早くお家に戻ろうと一生懸命泳ぎましたああヘクターはやっと懐かしいお家にたどり着きましたもうすぐ冬ですアヒルの一家は寒い冬を暖かい南の国で過ごすために旅立とうとしているところでしたヘクター本当に一緒に来ないのうんママヘクターは家族と一緒に南の国へは行かず一冬この池で過ごすことにしました新しい土地でまたみんなに意地悪されるのが怖かったのですああ冬になりました池はびっしりと凍りつき茂みにも冷たい雪が舞い始めました一面の銀世界ヘクターは冬中一歩も家から出ることができませんでしたああそして長い冬も終わり春が来ました太陽が暖かい日差しを茂みに投げかけます池の氷も雪も溶け始めましたと大きな羽ばたきの音が空から近づいてきましたアヒルやガチョウや白鳥たちが南の国から戻ってきたのです一羽ずつ鳥たちが池に舞い降りますその中にはもちろんヘクターの家族もいましたヘクターヘクターヘクターみんな戻ってきたのよヘクターどこにいるのああお父さんアヒルとお母さんアヒルがいくら呼んでもヘクターは家から出てきませんヘクターはまたみんなの笑い者になると思うと外に出る勇気がなかったのです僕たちがあんなにひどくからかったからヘクター出てきたくないんだ悪いことしちゃったなごめんよヘクターねえ出てきておくれよみんなヘクターに出てきて一緒に泳ごうと呼びかけましたがヘクターにはまだ決心がつきませんその時ふとヘクターはガマガエルの歌を思い出したのですそうだガマガエルさんの歌を思い出すんだ僕は見にくいかもしれないけどそれがどうしたって言うんだ大切なのは心中身なんだガマガエルさんはそう言ってたっけガマガエルの歌を思い出しながらヘクターは茂みを出池へ泳ぎ出しましたヘクター君がヘクター？ヘクターは水面に映る自分の姿を見つめましたあ、あれ？これ誰だい？僕、どうしちゃったの？水面にはもうあの醜いアヒルの子の姿はありませんでしたヘクターは柔らかな白い翼と長い細い首の美しい白い鳥になっていたのですわあ、僕いつか見たあの綺麗な白い鳥みたいだ僕とっても綺麗だヘク
僕、白鳥だ。僕、白鳥だったんだ。なんて素敵なお話なんでしょう。が、どうして白鳥の卵がアヒルのお家に紛れ込んでしまったのか、結局誰にも分かりませんでした。ヘクターは大切なのは外見ではなくて中身で、そしていつまでも怖がってばかりいて嫌なことから逃げてばかりいてはいけないということをガマガエルから学んだのです。ヘクターは美しい白鳥になりましたが、本当に美しく輝かせたのはその美しい心と勇気だったのです。幸せに暮らしました。